皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日もユースリームを使いましてネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、実はもう随分前からですね、もう何年も前になるんじゃないかな、からちょっと質問があったんだけど、原因がよくわからなかったことの答えがですね、ようやくちょっと分かった気がしましたので、そのことについてですね、今日お伝えしたいと思うんですが、実は Facebook のですね、グループ投稿ですね、において不思議な現象が起きているということで、これはなんでこういうことが起きるんですかっていう質問を結構受けてたんですね。で、その、まあ、答えというか、が、今回分かりましたので、紹介したいと思うんですが、ではですね、早速ですが、こちらをご覧ください。どうぞ。出ますでしょうか。よいしょ。はい、ここにですね、僕の Facebook ページが今表示されていると思うんですけど、さて、これでね、見ていただきたいのは、これはいらないね。バツしておきましょうか。はい。これ見ていただきたいのは、これどうなってるかというとですね、この、ここの Facebook ページの、この右側の方を見てほしいんです。右側の方に、ここにおすすめのグループっていうのが表されてると思うんですね。これがね、ポイントだったんですけど、つまり何かというと、Facebook ページを開いてるときに右に出るおすすめのグループっていうのがあるんですが、これがね、どうも厄介なことを起こしてるってことが分かったんですね。どういうことかっていうとですね、Facebook のグループっていうのは、現在会社としてグループを作ったら、そのグループに対して Facebook ページとリンクさせるとですね、そうすると Facebook ページのアカウントでグループに参加することができるようになったっていうのは以前に動画でお伝えしたんですけど、実はそうではなくて、その管理者じゃない人が Facebook グループにですね、 Facebook ページのアカウントで参加申請をしてくる人がいると。で、これなんでできるのっていうことについて質問をね、受けていました。その答えがですね、実はここにヒントがあるわけですね。はい、どういうことか、もうこれ実際に見てもらった方が早いと思いますので、お見せしたいと思うんですけど、例えばですね、これなんでね、なかなか、実はもうね、だいぶ前からこれについてね、動画を撮りたかったんですけど、なかなかできなかったのは、実際にここの右側にグループとして存在しないとダメだからなんですよ。で、ここ見てほしいのは、ここのとこに参加するっていうのが今出ていますよね。で、ここに、Apple Watch 持っていますっていうのが出てるんだけど、これ僕が運営しているグループが今3番目に出てます。そして5番目の LINE 公式アカウントっていうのもこれ僕が運営しているものなんだけど、他のものに関しては僕は運営してないので、ちょっとね、迷惑かかったらいけないので、ちょっと僕のやつでやりたいんですね。で、それが出ないとこれね、皆さんに検証でできないんで、ということで、ここの話になるんですけど、ということでこれがね、出る日出ない日があるので、ちょっと今ね、もうスクショを取っておきますが、よいしょ。ではね、これでちょっとやっていきたいと思うんですけど、このアプローチ持っていますっていうところ、これちょっと押してます。あ、ここのね、参加するってボタンあるじゃないですか。もうこれ押しちゃうと、実は、Facebook っていうのは、昔はですね、Facebook ページのアカウントに切り替えるってことが、ここのとこから、もしくはこの右上からできたんだけど、今、Facebook ページアカウント切り替えるってことができないんですね。で、今までは Facebook ページのアカウントに切り替えて、Facebook ページアカウントとして誰かの Facebook を、いいねすると、自分のフィードのとこに Facebook ページのアカウントとしてコメントしたりするってことができたんだけど、今それができなくなってるんですよ。ところが、ここの部分に関してはですね、ここね、ここに関してはですね、インスパイア株式会社としてグループに参加して、ページに関心がありそうな人により多くリーチしようっていうのがあるので、これでね、参加できるわけですよ。ということで、じゃあやってみましょうね。ここの私 Apple Watch 持ってますっていうのは、これ僕のグループなので、これにちょっと参加するボタンを押してますね。はい、ポチッと。そしたら、リクエスト済みになりました。そうすると、下のとこに、インスパイア株式会社からの参加リクエストがありましたって出るので、これを押すとですね、はい、僕のグループのとこに飛びまして、来てますよというふうに、こういうふうに出てきます。なので、これに関して、会社名ですよね。ページ名ですよね。で、このリクエストに承認するって押すと、はい、ちょっとこの人も承認しておきますが、はい、承認しましたらですね、
はい、この人承認できなかった。はい、承認しましたら、今度はですね、なぜかできないので、ちょっと置いときますが、はい、見てほしいんですけど、はい、ディスカッションのところに行きますと、ここ、Facebook ページのアカウントとして、今ですね、このアイコンが出てると思うんですね。そうすると、このアカウントで参加できるようになってるわけです。では、ここでこういうふうに入力してみますと、はい、今度これね、Facebook ページ、としても、ページでも参加しました。まあ、一応こんな感じでちょっと書いておきますね。はい、ちょっとダブってるね。ここをちょっと消しますけど、なんせね、これ、ユーストリーム配信をするとめちゃくちゃですね、負荷がかかって、パソコンが重くなるんですね。はい、これで投稿しますね。Facebook ページでも配信しました。ちょっとなんか意味不明になりましたけど、はい、これで今投稿しますと、はい、今度これ、私、Apple Watch 持ってますに、インスパイア会社からの新規投稿ありますということで、こんな感じで入りましたね。で、これね、切り替えることができると思うんだけど、切り替えられないかな。これ今、こっから行くと、切り替えられないのかな。これだとですね、Facebook ページのままなので、個人アカウントで操作中、これ押したら切り替わるかな。これでも個人アカウントに切り替わらないとね、ダメなんだけど、はい、これで、グループでやり取りする前に、プロフィールかページかを選んでくださいって出ました。で、これで今、プロフィールの方を選んだので、プロフィールの方に切り替わらなきゃいけないんだけど、なんかちょっと若干フリーズ気味になってますかね。はい、今これで切り替わったかな。そしたら、ここに対して、はい、コメントを打っていきたいと思うんですが、若干重たいですね。はい、今度はこれ個人になりましたので、個人の方で、ここで、テスト、now と。はい、そうするとこれだと今度個人になりますよね。個人として、投稿もできます。まあ、なので、自分の Facebook ページの管理者として入ってなければね、もちろんダメなんだけど、こんな感じでね、参加できます。これで、できますね。これ投稿できますね。で、さっき不思議だったのは、まあこれちょっと後で消さないとみんなに迷惑かけますけど、この個人アカウントで操作中っていうところを押して、左のところね、こっちに切り替えたら、切り替わらなきゃいけないんですけど、よいしょ。これで切り替わるかな。はい、そうですね。ここさっき表現おかしかったですね。このインスパイア株式会社として操作っていうふうになると、ここのアイコンもこのように切り替わるようになります。そうすると Facebook ページとして、グループに参加することができるようになりました。なので、ちょっとこれ、ややこしいんですけど、例えば Facebook ページアカウントとして自分の名前のページを作っておけば、自分の名前としてですね、グループに、ページなのに参加するってこともできるようになるわけですね。まあ、こんなことができるので、もしかしたら、Facebook ページからのが来た場合っていうのは、このようなことは考えられると。そうするとですね、企業として、参加することができれば、そうするとですね、その企業に興味を持った人に、その企業の方、例えば、子育てママを応援しましょうとか、何かそういうコミュニティがあったときに、そのコミュニティに対して、子育てママ応援グッズを売っている Facebook ページアカウントがあったとしたら、その名前で参加することができて、で、そこの中でコメントのやり取りの中で、もしくはこんな年トレありますよとかね、離乳食にこんなのがいいらしいですよみたいな情報を投稿すると、そうするとその投稿を見てですね、そんないろんなことを教えてくれる、このなんとかなんとか子育てグッズなんとかって何なんだろうと思って、そのページを見に行ったら、そのページにはそういうグッズとか売っているっていうのが書かれていて、だったらいいねしておこうとか、だったらここで買ってみようみたいなことができますよね。つまりコミュニティを使ったビジネスっていうのは、これは別に Facebook に限らず、Twitter や他のところでもあって、ハッシュタグや、グループなどのコミュニティを通してですね、そこから商売につなげるっていう方法が今でもできるんですけど、この方法に、まあ、になるわけですね。ということで、
こんな感じのことが今後できるようになりましたので、ちょっとこれは面白いのかなっていうふうに思っています。ちょっと今ですね、証拠のスクショをですね、取っておきたいと思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。はい。はい、取っておきますが、まあ、こんなことができるようになりました。なので、以前に質問いただいた方で、Facebook ページの名前でグループに参加リクエストが来るんですけどっていう方は、おそらく自分の Facebook ページの右側のところにおすすめのっていうので出てきたんじゃないかと思われるんですけど、ただこれの精度がそんなに高くなくて、その自分が思っているものがよくということができなくて、で結局その Facebook ページのアカウントに切り替えることができないので、なので自分のページ名で検索をしてどこかのグループを見つけて、そしてページ名として参加するってことはね、できないんですよ。なので、あの右側に出た場合だけ、 Facebook ページの右側に出た場合だけそのグループにリクエストが出すことができるということになります。なので、まあ、ここのマッチングがですね、あのうまくいくようになったり、検索できるようになると、ちょっとね、いろいろとスパム的なものがいっぱい出てくるんじゃないかなと思うので、ちょっと気になるところではあるんだけど、 Facebook ページでグループに参加できるようになったっていうのは面白いですということで、今日はね、そのことについてお話しいたしました。はい、なので、まあ、その人の Facebook ページがグループで参加した場合に、そのグループを運営しているコミュニティ側としては、どう考えなきゃいけないかっていうことで、その人がなんで個人名じゃなくて Facebook ページで来たのか。これはもしかすると本人が気づいてなくて、たまたま自分の Facebook ページを見ていたら、右側に面白そうなコミュニティの名前を見つけたので、参加ボタンを押しているかもしれないですね。でもそれは、あの悪気があってね、あの Facebook ページにしたんではなくて、たまたまね、そうなった可能性もあります。なので、一応ですね、その Facebook ページのオーナーに、まあ、あのアプローチすることができるんであれば、その人にあの Facebook ページ名で来たんですけど、個人と間違ってませんかとか聞いてもいいし、個人ができない、特定できない場合は、Facebook ページの名前で、メッセージをね、とこにメッセージを送って、今このこれこれのグループにページ名として参加リクエストがあったんだけど、それはページとして参加するのはなぜですかみたいな。どういう目的でそういうことを考えられたんですかって聞いて、まあ、実はこうこうこうでっていうように、まあ、納得すればですね、あの Facebook ページでの参加も認めてみるっていうのも、いいんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとその辺を考えてね、運営してもらえるといいかなと思います。ではですね、ちょっともう一回出してみますけど、はい、ご覧ください。で、これね、出てる時にリクエスト出してないとダメなんで、まあ、今ね、一個僕が参加しましたので、今度もう一個違うものでね、出てきました。人材派遣コミュニティっていうのが新しく追加になりましたが、でこの4番目のですね、LINE 公式アカウントっていうのも、これ僕のなんですね。で自分のものが出た場合っていうのは、これ参加しておいた方がいいのは、これもうその後はね、参加できないんですよ、ここに出なかったら。だから自分 の, あの管理のが出た場合は、ここであの参加リクエストを出してみるっていうのもありなんじゃないかなって思います。でこれここに行っちゃったらね、もう参加リクエスト出せないので、この一つ前のもう参加済みになってましたから、ここのとこの参加するボタンを押さない限りいきません。ここね。なので、ここで参加するを押し、押しておけばですね、そうするとページ名として参加できますので、まあ自分が運営している場合はですね、はい、よろしくお願いします。自分が運営している場合は、その紐付けすれば出ることはできるんだけど、自分が関わっているものとかね、に、その Facebook ページとして出してみるっていうのは、まあ、ありなんじゃないかなと思いますので、はい、これするとね、また同じですね、参加リクエストが来てという流れですね、になります。はい、今日はですね、大した話題じゃないんですけど、これ、ライブ配信しようと思ったら、その瞬間にやらないとできないので、なかなかですね、一回、この理屈が分かって、それで皆さん伝えようと思ったんだけど、なかなか自分のが出てこなくてですね、あとそのタイミングもいろいろあったりとかしてできなかったんだけど、今日ね、皆さんにやっとお伝えすることができました。Facebook ページの名前でグループに参加リクエストする方法でした。インスパイアの北橋さん、ありがとうございました。バイバイ。